3日間終えて、はい、まあ、まず3日間の感想をちょっといただきますけど、どうでしたか？自分的には3日間アンダー出して安定していると思います、ね、うん、自分で、まあ、3日間のプレーを統合して、はい、一番まあ良かったところというか、どういったところが良かったからスコアが安定していると思いますか？距離が長くてグリーン外すこともたくさんあったんですけど、アプローチで寄せワンしてそこまで大きく崩すことなく回れたことが良かったと思います。今日もまあ、あの3アウトでしたっけ、はい、回って、あのトップとは、はい、まあ、4打差ですね、はい、につけましたけど、はい、明日に向けてどうですか？狙ってって崩れるのもちょっとダメだと思うんで、自分なりに一打一打考えて満足できるプレーがしたいと思います。宮崎さんにとってこの日本女子アマの大会は、はい、どんな大会ですか？自分自身この日本女子アマに出るのが初めてなので、トップ3に入れるように頑張りたいと思います。